What are you buying? はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザードボーをやっていきたいと思います。今回ね、ちょっと籠城戦ですね、ジルサンドウィッチじゃないけど、まあ、レオン&アシュリーサンドウィッチということでね、まあ、ハムと卵みたいな、そんな組み合わせですかね。どっちかっていうと、レオンはレタスシャキシャキしてそうな感じだもんね。歯応えはありそう。そして、ムチムチしてるから、まあ、なんというか、うん。いいよね、アシュリーって。金髪美女だもんね。だから、どうだろうな、もうシェリー、アシュリー、レベッカの、まあ、三連コンボっていうのが、個人的には、うずくっていう、そんな感じ。何の話ということでね、早速やっていきたいんですが、なんかね、ちょっと嫌な予感はしてます。籠城戦でしょ？でね、一応いろいろ攻略法あるんですけど、もう本当に、ただただ、なんて言うんだろう、初心者風なやり方で進めていきたいなとは思いますね。なんか階段ではめてみたりとか、なんかそんなあったりとかするんですけど、まあちょっとそれもやってみようかなとは思うけど、基本的にはちゃんと戦っていこうかなと思いますね。ただね、うまい具合にね、照準を合わせられないっていう今ちょっと危険性があったりするんで、あんまり、どうかなっていうところはあるよね。まあもしかしたらちょっとかなりぐだる可能性はあるんですが、申し訳ないです。まあ、なんだろう、再生時間で刺してっていう感じですね。こんなところでね、死んではられないんですけど、何せあらぬところで死んでいるっていうね、過去経歴がありますんでね。はい。じゃあ、先客がいたか。誰もいなかったら、ここで今からキャッキャウフフってしようと思ってたら。スモールリン、いやいいよね、いや本当に大きいよね、いいから F、G まではない、ただこの細さでしょ、でそのあのバインバインでしょ、たまらないよね、まあそんなことはどうでもいいとどうでもよくはないか、ね、そうそう、まあ最近ね、まあすごい一生懸命体を鍛えてはいるんですよ。急に話変わってないやねんてね。ね、なんでそう思ったかっていうと、ね、レオンとね、ルイスの肩がいかつすぎて、ちょっと、あんな肩は、になれたらかっこいいだろうなと思いつつも、なんだろうな、体操選手とか水泳選手みたいな体してるよね。ただの研究員でしょ？だってルイスって。研究員がこんながたいいってなんかすごいよね。で、まあ、それはいいとして、この、まあ、体鍛えてるんですけど、なんかね、娘がね、真似するんですよね。腕立てだけ真似するんですよ。で、僕、基本的に、例えばさ、山沢さんとか、アクトレさんとかの、その、なんか3分とか5分とか6分とかの腕立て伏せトレーニングっていうのを、やるんですけど、まあ、それをね、スマホ見ながらやってると、なんかね、娘ちゃんって、なんかその、僕のもだし、嫁のもなんですけど、スマホめちゃくちゃ気になる系女子なんですよ。だからもう遊んでずっと、眺めたり、なんかロック画面かかってても iPhone ってあれできるじゃないですか、写真撮ったりとかね、なんかその画面をなんか知らない間に立ち上げてやっちゃってたりとかね、写真パシャパシャ撮ってたりとか、なんかだから知らない自撮り写真とかがあって、なんじゃこれっていうのがいつもあるんですけど、まあ、そんなのもあったりとか でそのスマホ見てるとね、娘ちゃんがそのじーっとね僕のスマホを眺めて、そしたら腕立ての格好になるんですよ。四つん這いになってスマホ画面を見ながらずっと見てるって、そのさすがに腕を曲げて伸ばすってまではね、おりゃ赤ん坊にはまだまだできないですから、さすがに厳しいんですけど、まあなんですけど、普通になんか腕立てのこう見よう見まねで格好だけやってるみたいなね、なんかそういう写真を嫁さんが撮ってね、楽しんでるっていうのは、のはあるんですけどね。将来ね、まあだから3歳とか4歳くらいに、早っ、嘘、ああマジか、幻だった。あんな、さすがだね、寄生虫の攻撃殺傷能力は高すぎるね。ということで、もう一回大統領のおっぱい見ましょう。大統領のおっぱいは見ない。違う。大統領の娘のおっぱいかな。大統領のおっぱい見て何の得もしないもんね。まあそんな話はどうでもいい。あ、そうそう。あとね、娘ちゃん面白いのがさ、プロテインシェイカーをね、握りたがるっていうね。僕だから朝と夜は絶対プロテイン飲むんですよ。昼間はちょっと仕事とか出てるんで飲んだり飲まなかったり、まあ休日とかはね、昼もちゃんと飲むようにしてるんですけど、
シャカシャカ振ってたらその音が気になるのか、すごいね、こっちをね、じーっと見てね、うっって言ってね、手伸ばしてね、ちょうだいパパちょうだいって言ってね、手伸ばしてくるんですよ。なんかそれあげたらね、あのまだ両手で握る分、500ml はさすがにさ、両手で握って持ち上げることもできないから、コロ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 転がして、転がっていくのを見てヒヒーって笑って、それがめちゃくちゃ可愛いってね。まあ将来ね、あの3歳4歳とかなってくるくらいになったら、筋トレをね一緒に、まあ筋トレを一緒にっていうのは変かな、まあトレーニングね、まあどっかお散歩とか行ったりとかね、やっぱそういうねトレーニングのお相手とかをねしてくれるようになってくれたらすごい嬉しいなと思うんですけどね、うん、まあそういうのがやっぱなんか親としてのなんか楽しみと醍醐味だよね。なんだから今の次の楽しみとしては、今はねその肩車をして、で娘ちゃんをそのまあ重し代わりにして、今何キロくらいなのかな、9キロくらいあるのかな、重しにして、でスクワットをやって、ね、もう50回とかって本当死にそうになるんですけど、まあそんな感じでやったら、あーなんか生まれてる、嫌だね、いやお前これをやるってさ、これを使えて余裕ないでしょあんた、うん、もう来てんじゃねもしかして、あ来てた、めっちゃ来てたわ、ちょ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 、はいはいはい、レオン、いや大丈夫じゃないっす、大丈夫じゃないので、とりあえずちょっとあのアイテム欄を浮かしたいので、とりあえずドカン、違う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 、あぶね、うん、でそうだから今のまあ次なる目標というかね、実現したら嬉しいなって思うのは、あの娘ちゃんが背中に、まあ、亀とかね猿の親子みたいな感じで背中に乗ってちょっと重しつけて、で腕立て伏せをするという、そんな感じですね。だから腕立てって普通はなんか 60% から 65% くらいの負荷がかかるらしいんですよ、自分の体重に対してね。だから僕は今 65、もうちょっと太く、もうちょっとデブですね、70キロもない、68キロくらい、もうここだから 大学卒業して社会人になってから一旦マックスで、703キロまで太って、その時本当に体が重かったんですけど、入社した時73キロただのデブだったんですけど、そっからね68をもうかれこれ 5,6 年ずっとキープしてるっていう感じかな、うん、っていうのがあって、うちっと、まあ、あらまあ、あらまあ、飛んできたわね、うん、で、まあ今も68キロなんで、 68 かけるのまあ 68% って言ったら40、まあ45から50キロくらいの負荷が1回あたりかかるっていう感じなんですかね。それをまあ腕立て伏せで、まあ最大で連続休憩なしでやるってなったら70回くらいが限度かな。なんかさ、あのアクトレさんがあのなんだっけ FBI 入団テストっていうの、入団なのか、うん、テストっていうのがあって、あのそれをで、なんか1分間で腕立て伏せをなんか何回以上できたら OK みたいなやつやってたんですけど、とりあえずまあ、その入団できるかどうかは別で、腕立て伏せだけやってみたんですよ。その何回できるんかなと思って。そしたら、なんとね、あの、60秒間でね、85回できたんですよね。うん、ただ、あの、休憩なしでやらなきゃいけないっていうなんかすごい恐ろしさがあるんですけど、休憩しちゃった時点でなんかあの、対象外になっちゃうみたいなんで、調整しながらなんですけど、最初の30秒くらいで、なんか60回くらい一気にやったっていう感じなんですよね。あの、ちょっと待って、なんかすごい、違うんだよ、俺がしたいのはそうじゃないんだよ。とりあえず、うん、やっぱこれだよね。オッケー、あ、え？死んでる。めちゃくちゃ生まれてきてるわ。そう、そんな感じなんですよね。そんな感じ、どんな感じだよ。うん、そう、だから60秒で85回やりました。で、そのうちの、30秒でその60回くらいをやりましたっていう、そんな感じだったんでね。だいぶきつかったっすけどね。もう後半30秒は、もうなんか1秒に1回くらいのペースで、なんかうっちらうっちらやるっていうので、もう本当に終わった瞬間にやりきったわーっていう感覚を、もうなんか二度とやりたくないわーくらいの、そんな感じだったんですよね。あれ？これさ、ルイス当たってないの？大丈夫なの？まあ、そんな感じで、そろそろもう終わるんじゃないか。てかめっちゃ上がってきてるわー。こいつら初めから、あの、ま、やれよっていう感じだったと思うんだけどね。うん。ねえ、だからまあ自重トレーニングもやっぱゲーン！え？あ？え？一撃？
っと待って、ごめん、全然今何が起こったかさっぱり理解ができんのがあった。マジかこんなところでこんな、なんか、かっこ死んだことがあるよっていうような場所で死なないで、なんか、かっこ死んだことがない場所で死んだことがあるよね。チャプター1の3でさ、魚を撃つところがあるんですけど、あそこでなんか、6発以上の銃弾打ち込んだら、なんかデルラゴに食われるみたいな、そんなあるらしいんですけど、僕それやったことあるんですけど、今回まあね、ちょっとスルーさせてもらったっていうところだったんですけど、まあ、そんな話はどうでもいいとして。いやー、マジかー。マジか、なんかちょっと本当真剣に悔しい。ありえんぽんですね。まあ、いや、もう、皆さんお付き合いください。楽しんでいこうぜ、ベイベー。ねえ、なんか筋トレに興味ない人だからしたらね、あれなんだけど、全然ね、今日の話は面白くないかもしれないですけどね。まあ、FBI テストとかぜひやってみたらいいんじゃないですか。60秒間で、なんだろう。やるみたいな、どのくらいの腕立て伏せができるかみたいなね、感じでやってもらえたらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。いやー、真剣に悔しいですね。両、まあちょっとリベンジを果たしていきましょうか。ね、これでもなんかあれかな、一箇所だけもう初めからそういうのやっとかないでガシガシ向かっていった方がいいのかな。こいつらほんとすぐ産みたがるよね、男のくせに。シャラクス。なんかまあ、で、違う、ハンドガンの弾だと思ったら違った。まさかの。ちょっとまだこれ拾わないでおく。そうね。ちなみになんかさ、バイオってエロいじゃん。シンプルに。敵キャラだったとしても。皆さん、クリーチャー含めて誰が一番好きっていう急なるアンケートってなったらね、キャラ的にもシェリーかな。いったちょっと待って、あぶれあぶれあぶれ、おお、あぶねー、これまたお亡くなりになるところだったじゃん。あぶねー、セーフ。いや、もうちょっと、もうちょっと、もう2回もお亡くなられてるんで、ちょっとこれ以上はちょっとやれないよ。OK、キック。いやーね、シェリーとかね、まあ、バイオ1のね、リメイク版のジルも捨てがたいっすよね。特に隠しコスチューム着てる時のジルなんかたまらんチキショーって感じだよね。あとね、ちょっと待って。なんかもう、ほんとむちゃくちゃになる。痛い。これキック痛いわ。ちょっと待って、これ回復しといた方がいいのか。え、もうちょっと待って、もうほんと何が起こってるのか分かんない。こんなところで3回死ぬってさ、もうど素人よりもひどいぞこれ。なんかほんとにお疲れざまって感じだなごめんなさいね、ほんとに皆さん、こんなのにお付き合わせてしまって。もうこれあれかな、デスカウンター先週で入れといた方がいいかな。チャプターごとに死亡回数って出てくるもんね。それやった方が良さそうだな。くそー、しまったー。頑張る。次で絶対クリアする。もうこれ以上失態を見せるわけにはいきません。はい、頑張ります。ということで、やっていきましょう。あとそうだな。どういうところで死んだことあるかな？あ、意外と、意外と、なんだろうな。ちょっとよくわかんないから、美女の話でも戻りますか。ね。本当に。この間なんだっけな。ああ、そうです。なんか会社の同僚で、スペインになんか1年くらい放浪してた人がいるんですよ。すげえ羨ましいなって思うんですけど、やっぱりヨーロッパの人たちって、なんか美人系が多いらしいんですよね。で、特にそのバルト三国とかね、ウクライナとかね、ロシア系の人とかっていうのが、もう、なんか、なんでこんなに違うのっていうくらいやっぱ美人が多いらしいんですよ。で、そこで行くと、アレクシアとかってさ、ヨーロッパ系の人じゃないですか。だから、まあ、そういう意味では、ヨーロッパ系美女ってなるのかな。まあ、あれだけ性格がゲスじゃなかったら多分もっともっとそこそこ受けてたのかもしれないけど、まあ、マゾにとってはあのくらいの性格がもしかしたらね、受けがいいのかもしれないけどね。
そう、そうだね。意外とね、なんかね、クレアがね、個人的には全然ハマらない。そのゴリスの妹だからとかって、そういうのじゃなくって、なんか、ポニーテールってあんまりハマんないんですよね。だから皆さん、わかりますかね、いちご 100% で言ったら、僕は西野司が一番好きで、で、まあ次が東条で、で、北王子さつきみたいな、そんな感じなんですけど、北王子さんね、まあ確かにエロい女の子だけど、じゃあ、エロいからなんか魅力が、痛い、これちょっと待って、ちょっと待って、あのね、聞いて、武器変えるじゃん。で、構えるじゃん。なんかね、全然違う方向向きよんの、今回。それでなんか構え直してる間に切り刻まれてお亡くなりになるっていう。でこんなパターンありけえマジけ。うわーきついわー。鬼ですね、本当に。もうちょっと遠慮しないで行った方がいいのかな。ちょっときついきつい。はい。まあそんな感じで。だからちょっと振り向きたくない時に振り向いてさ、振り向いてほしい時に振り向いてくれないっていう、そのジレンマっちゅうの、きついよね。まあまあ、そんなゲームのね、性能に文句言わずに、私個人のね、プレイがただただ下手くそだっていうだけなんでね、ちょっとそこは、やっぱり甘んじてやっとかないといけないですかね。これを使え。痛い。ちょっと、リロードのタイミングが下手すぎた。だから、ここ、拾えって、お金渡してきた、もしかして。そんなことある？マジか。よし。OK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 。じゃあこれで、一発ぶん投げといて、2階に行きましょう。いった！爆発するのが遅い。ちょっと待って。足元まだ いたんじゃね？いるね。OK。じゃあこれで行っときましょう。じゃあこれで拾ってエンプティーになってる。武器は、まあもう販売でこれ行くしかない。あんまショットガンの弾もないけどな。どうしようか。もう、でも背に腹は変えられんからね。もうこれ以上ちょっと失態を重ねるわけにはいかんけん。ちょっとこれでやっていくしかないよね。ふっ！投げさせへんでいい？うわー、出た。パリーンってなってる、パリーンって。シュシュシュ。こらこら、急にエグザイルをするんじゃないよ。オッケー。じゃあ、ここパリーンになってねえの。じゃあこいつらが登ってこようとしてるから、とりあえず倒しといて、あ、拾う。ちょっと待って、ちょ、投げろな。オッケー。わあ、またかよ。ちょっともうさすがにないんで、ちょっと、死んでる。もったいねー。オッケー。しぶとい。あ、倒してくれた。ありがとう。なんか、寄生虫発狂しすぎじゃない？どんだけ生み出してくんの？全然あれだよね。もうちょっとゲームに夢中になりすぎて、全然100とかエロい女の子の話を掘り下げることができてない。ちょっと悔しい。自分の腕の力量のなさが、残念さを、こう物があったあって、ちょ、キック。あっぷね。とりあえずじゃあもう、投げる。やばい。これはもう良くないよ。回復。痛い。落とす。はぁ、固まった。バブルス。終わったー。ようやくだー。ここでチャプター終わり。もうなんか、たらたら筋トレと、なんかエロい、エロさって何って話をして終わっちゃってね。なんかね、スチーム版のね、アシュリーのね、おっぱいのプルンプルン具合が半端ないんだよね。すごい揺れてるから、また皆さんね、前のチャプターとかこれからのチャプター見てね、どれだけ揺れてるかっていうのはぜひね、確かめていただけたらいいかなと思いますね。あと白いおパンツもね。はい、ということで、本当にグダグダして申し訳ございませんでした。まさかのここで死亡回数が5になるというね。どこまで伸ばせるか楽しみですが、また次回パートでもお楽しみいただけたら嬉しいです。ということで、本日の動画は以上でございます。またお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。